近代文学館は神奈川県横浜市にある神奈川県立の文学館1984年に開館。神奈川県が設立し、管理、運営は公益財団法人神奈川文学振興会が行っている。横浜市の港の見える丘公園内に所在する。大衆文学、児童、歯科などジャンルごとの大規模展示をはじめ夏目漱石、 芥川龍之介、泉京花から有島三兄弟、武者のさねやつ、川端康成、太宰治、三島幸夫、吉川英治、山本周五郎に至る個人作家の展示など100回以上の企画展を開催し、さらに近年は講演会や講座、朗読会の開催を通じ、文学の普及活動に力を注いでいる。また資料館としては立地条件に恵まれ、 資料保存のエキスパートを要することが関係者に認識されたことから、その数は2016年度末で、図書約48万冊、雑誌約51万冊、肉筆資料約21万点以上、所蔵総数は約120万点に達している。収蔵内容としては、個人作家、収集家の業績を検証するコレクションとしての大崎、和夫文庫、中島敦文庫、 大岡昌平文庫、井上康文庫など40を超える個人文庫を有するほか、神奈川ゆかりの多数の作家の肉筆資料、書籍類、文芸雑誌を中心とする膨大な雑誌があり、内外の研究者の要求に応えている。資料の伝算処理も国内の水準を超えているが、これをもとにした所蔵情報の公開、資料の保存処理の確立なども視野に置き、児童文学、 大衆文学資料の収集も視野に入れた近代日本文学を専門とする国内最大規模の資料館として発展を続けている。初代名誉館長は尾崎和夫。初代館長は小田切進。前館長は木田純一郎。現館長は辻原昇。る。公益財団法人神奈川文学振興会、歴代理事長転居、無敵橋の上から眺めた。 文学館の前景転居、展示館前から眺めた、本館閲覧室入り口付近転居、本館閲覧室前から展示館を望む。転居、転居、収蔵資料総点数。約128万4千冊伝算。入力済み点数。122万9356冊。収蔵資料の内訳郵便番号231-0862。横浜市中区山手町110。 ありがとうございます。